よろしいさでてす佐藤ね。さん、先日ネットニュースを見ていたら、河北麻友子が歌手デビューしたいらしいという内容の記事を見つけました。去年からも言ってたしね。そうなんですよいつもならプロ歌手ファーのコーナーで夢みたいなこと言ってんじゃねえぞと一喝するところですが、なんだよ。2017年は河北麻友子の夢に寄り添ってみませんかって、ええことをちゃんと立てて言ってくれてんねん。河北麻友子の歌手デビューをサポートするコーナーを短期間でもいいのでぜひやってほしいですと。ありがとうございます。まず、はい、アーティスト名をリスナーから募集して、それを井上さんがまず決めます。やだ、もう流れができてる、流れができてるんで一人ずつ簡単に言いますね。歌詞に使えそうなフレーズを募集して、河本さんが適当に箱の中から弾いて、それをつなぎ合わせます。いや、おかしいでしょ。まず、井上と河本はその役目。そして、それにリーダーが、即興でメロディーをつけます。あ、それはいい。そう、出来上がったじゃない、曲。ね。んで曲ができた。できた、できる。でも、ちょっと売り出すのにいろいろ、こう、作戦があります。いや、リーダーの比重多くないですか。そうって言いましたけど。ただ、まあ、このメンバーで、やっぱり、いろんな楽器を弾けたり、今までの歌詞書いたり、曲作ったりってリーダー以外してませんので、あまり。まあまあまあ、曲はリーダーですね。この中でも、断続でやっぱリーダー、そこには参加していただきたいです。お願いします。そして、売り出すためにやっぱ PV 撮影とかも必要な、まゆちゃんのいいですね。その出演に翔太を出します。いいですね。で、最後に曲名を募集して小峠さんがどれにしようかな方式で決めますと。曲名どれにしようかな。どれにしようかなってことですね。ってことはだからまさに小峠の持ってる運で、その曲が決まって。なるほどな。マコ出てきてない。マコだけが出てないんですけど、マコは B 面でカバー曲。え、同じ曲ですか？小島子がカバーします。同じ曲。同じ曲をカバーする。河北麻友子が出したデビューシングルのカバーをすぐします。同じ CD で？めちゃめちゃ滑るんですよ、これ。昔ケンコバさんと二人で、それやったんですけど。え？やったんですか？シーンってたんです。はい。すでにやったんですか、それ。もうすごい人の前で僕が歌を歌って出てくるんですけど、で全部一曲丸々歌い切るっていうボケなんですけど、その後すぐコバさんが同じことやったんですよ。シーンってなる。この例、もう河北麻友子さんのカバーを AKB の小島子がするわけですから、それはもう全然カバーがもうほら、感じが。成立してんだな。これはすごいでしょ。却下します。なんでよ、なんで早い、むちゃくちゃ早い段階じゃん。何がキャッキャス、いやもうリーダー、キャッキャしてみて。キャッキャするならいいね。騒いじゃった。もうみんな騒いでやめましょう。そういうラジオにするのはやめよう。ね、PV が嫌なんですか？それはお前ちょっとやっぱ翔太のこと、ちょっとなんでそんな嫌なの翔太のこと。いやいや、青い翔太くんには出てほしいですよ。何がダメなんだよ。どこのダメな部分言えよ。いや、ほとんどがダメ。もう青い翔太くんとリーダー以外ボツですね。なんでだよ。カバーできない。こいつだって箱から引くだけやで。なんでボツなんだよ。小峠はどれにしようかな言うてるだけや。自分の意思がないんだぞ。いや、でしょ。そもそも小島子を全部否定したんだよ。B 面でカバーしたんだ。だってもうその曲めちゃめちゃな、なんだろう、文法と一緒に並ぶってことでしょ。自分 B 面嫌やろ、10万人に1人の1。まあそりゃそうですね。そりゃ A ですよ。それを泣く泣く、小島子だって嫌だよ B。それを A にしてやろうっつってんだよ。なあ。はい。わかんない。A か B で AKB やな、それで。ね、B にしとんねん。何でも何でもありじゃないですか。A か B の AKB じゃないのか、お前は。翔太、いいだろ、それで全部で行くんだからメンバーで。出させてもらえるんですよね。なあ。やった、行きましょうよ、これで。何役？翔太。あ、僕何役か知りたいんです。すっごいヒゲ伸ばしてもらって。え？翔太。オールバックで。ええ。ちょっと。小田切城さん的な。かなりワイルド。ちょっとワイルドね。ワイルドな商品。いいですね。キャスターウェイみたいな感じ。それで撮って、あとはもう一つは女装させて、合成でなんかこう。彼氏と彼女どっちもやっちゃうってこと？あ、本当ですか？え、川北さんはどういう役で？もう出ないって感じですかね。だから、あるじゃん。その PV とは別で、歌のシーンは歌のシーンだけど。あ、なるほど。だからこの二人の一人、二役で、その物語。歌が入ってこない。
男が一人二役はきついって見てもねえのに何言ってんだよ。見てらんないそれは。いや女の綺麗さお前し、お前半端ないじゃん。いやただもう入ってこないじゃん。見たことある感じ。あるよ人魚。俺は人魚の青翔太が好きなんだよ。見てないでしょ実際は。いや実際見てないよ。ダメか。いやダメです。ただありがたいですね応援していただけるのは。やってみたらでも短期間だけでいいので今すぐ却下ってやめてくれへん。真由子がデビューする道のりとしてちょっと一回やらせてくれへん。やっぱうんいろんなコーナーあった方が、そうやね、リーダーが曲つけるとこまで、PV とかね、ラジオで PV 無理やから、そうかそうか。分かりました。なので、リーダーが曲をなんとなく、なんていうんですか、メロディーこんな感じがいいんじゃないぐらいとかっていう気までは、せめて、まず、曲が出来上がればいい。アーティスト名はどうするかやね。アーティスト名、まず、僕が決めていいんですか。いや、リスナーから募集したやつを最後に、だから、やだ。探してもいいんですか。やだ、やだ。色に変えてもいいんですか。いや、変えちゃダメです。いい、多少。俺がつけてるのと一緒じゃないですか。いやいや、だからまずゼロからじゃなくて素材があった中から足して出すっていうので、を井上さんがやります。九の素材を僕があと少し20ぐらいにすればいいんでしょ。いやいや下げたらああそうそうですね、そうそう、で次は私がフレーズを弾いて歌詞にします。そこはもう僕でいいんですけどね。歌う一応私が誰でもできるやつですね。ちょっといいですか。じゃあ短期間でやりましょうよ。いいですね。やるんですか。はい、やるよ。それ川北麻衣子、そもそも歌手になりたいんですね。あなたの意思が必要。やりたいです、やりたいです。じゃあやりましょう。じゃあこれを短期間ちょっとやってみて、誰が聞いてるか分かんない。分かりました。本当にデビューになるかもしれないね。それでならないでしょう。はい、分かりました。ここでだから毎週流せばいいんだよね、それを。それではここで聞いてください。聞いてください。それこそだから自分が文句言った後にそれでは。そういうことで聞いてください。本当の曲ね。トリコでお願いしますね。B 面の方もね。あ、そうですね。カバーも同じ曲ですけど。頑張ります。頑張ります。ぜひ。